目指せレジェンドアリーナゲームウィズ山田のクラロワプレイ日記ということで、本日が第1弾なんですけどね。私山田、クラッシュロワイヤル、こちらのプレイの方を始めたんですけれども、まあ弱い。今1777、おお、ラッキーセブン。クラッシュロワイヤルもっともっとやりたいなと思っているので、まあ目指していこうじゃないかなと。はい、一番最後にあります3000以上のレジェンドアリーナということで、記念すべき第1回目は大工の作業場アリーナ6ですね。こちらからやっていこうと思います。参戦戦っていこうと思っております。できれば3連勝したい。ちなみに今デッキなんですけど、でエリポンとあとは小屋デッキですねをちょっと両方混ぜたようなデッキを今日ちょっと試しに組んでみました。まあ、遠距離攻撃ができるネクロとマスケットしか今いないので、まあ、この2体でどこまでいけるかなっていうとこですね。小屋とエリポンでちょっとゴリ押し頑張ってみようと思います。アリーナ6バトル1回目行ってみましょう。はい、ドーン。さあ、マッチングどうだと。はい、来ました。まずね、ちゃんと挨拶しましょう、よろしくと。はい、で最初はちゃんとエリクサ貯めていきたい。何出そっかな。あ、そっち来る。とりあえずオープン置こうかな。で槍ゴブなんで、はい、ネクロ出します。よいしょー。あー、オッケー、いいよ。で左側に何出してくるかな。あー、ジャイアンとか。じゃあちょっとエリポン出しちゃいましょうか。はい、でまあなんとかなるでしょう。長期戦でこのジャイアントの後ろにどうせなんか置いてくるんだろう、分かってんだなと思った。はい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 、もうこれはもうしょうがないでしょう。でちょっと大砲にヘイト集めて、ヘイトじゃないし、あれ熱い影取ってもらって、だったけど今のはちょっと下策だったかな。あ、やばい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 、ちょっと待って。ザップやってもしょうがないから、いや、これ考えてる場合じゃない。はい、オーブンとか出して、マスケット出した方が良かったかもな。まあいいでしょう。で、じゃあちょっとここでレイジかけて、はい、速度を増しちゃいましょう。で、エリポン次もう一回置くか。いや、マスケットで。ちょっと左側に、槍ゴブ出てきたね。どうしようかな。ちょっと前線、この辺でちょっと置いとこうか。どう？多分ジャイアントが来る前にこれでダメージ与えられる気がするんだよな。ジャイアントはまあさすがに倒せないだろうから、どうしようかな。エリポンが壊れそうなのでもう1台置きます。いやー、きついぞ。やっぱちょっとキャラクターユニットが少なすぎたか。でも、あ、左は落とされるっぽいな。まあしょうがないかな、しょうがない。おお、ギリギリ大丈夫だった。 あら、あ、そう、あ、そうですか。意外と大丈夫だったな。でもちょっとなんか考えないとな。ザップで落とせるような敵だった。あー、やばいな。ちょっとユニット、普通にユニットが相手が熱いから、なんていうんですか、呪文とか小屋だけじゃどうしようもない説ですね。ちょっと大砲でなんとか潰そう。はい、でエリポン置いて、で次、あ、やばいなこれ。なんか相手がジャイアントとあと普通にプリンスとか、あのユニットでゴリゴリ押してくるタイプなんで、小屋とか呪文だとつらい。これ勝てる気がちょっと今してないけど、あと30秒。あ、そう、やばい、やこれダメだ。完璧に相性悪い。まあ、出し方が悪いのかな。出し方したいとなんとかなったのかな。あと25秒ではちょっとね、速攻性が山田今デッキないから勝てる気しないな。そうですか。いや、これはきついぞ。リポン置いてバトル終了まで。あ、10、これダメだな。このユニットの種類が多いところだとこうなるわけですね。なるほど。ということでちょっと負けちゃいましたね。やっぱ偏りすぎか。ちょっとデッキ変えてみます。少し組み替えましょう。ちょっとじゃあ大砲がまあさっきあの完全に死んでたので、バーバリアンにちょっと入れ替えました。2戦目言いましょう。うん、はい、行ってみよう。まずはエリポン速攻置きます。で3の4の5で何出していこうかな。バーバリアン、ちょっと相手の出方見ます。あー、オッケー。だったら、はい、マスケットでいこうかな。低コストにちょっと勝てる。あ、なるほど。じゃあネクロだ。ちょっと両サイドで遠距離攻めましょう。ザップとか使ってもしょうがない。レイジで、はい、でちょっと今します。でここでザップ使うかな。はい、行きましょう。どうだ、オッケー、潰せた。でオッケー、いいよいいよいいよ。ただ呪文ちょっと使いすぎた感があるので、
どうしようかな。ゴブリンの小屋、あー、いや、もうちょっと手前でよかったけど、まあ、いっか。で、相手もエリポン置いてきましたね。次何出してくるかだな。多分これで一回終了ってことはないと思うので、いや待て、エリポンこっちもなくなるからもう一回置いちゃおう。はい、しばらくは様子、あー、なるほど、相手もがっつりエリポンできましたね。そうか、じゃあここでちょっとマスケットとかで右側落としちゃいましょうかね。お、なるほど、ネクロか、ネクロにネクロ当ててくるスタイル。じゃあそこにザップを私は当てましょう。はい、どうだ、これで抜けたでしょう、さすがにいけたでしょこれは。あと一発 OK、 ナイスで、あー、なるほど、でもこれすぐ、あ、 OKOK、 お疲れっす。どうしようかな。じゃあ9の10だから、ちょっとこのまま左側は捨ておいて、エリポン置かれてるのがちょっと怖いんですよ普通に。だから右を攻め落とさせましょう。バーバリアンとかもいっちゃうじゃん。あ、ネクロいいよ。はい、でだんだん攻撃されてるけど、ネクロ出して、あと誰がいいかな、マスケット重視。はい、あ、やばい、結構、いや、ちょっと待って、ザップ出さなくていい。はい、で、相手のエリポンはもうないから、もう前線にどんどん出していっちゃいましょう。バーバリアンはあんまり足良くないけど、ちょっとザップ、はい、一回カリキッと、でエリポンも俺はもう一回置いちゃいます。でこの時間になってくると、正直あってもなくても関係ないの、あとはもう守りましょう、あとは守ります、もう防戦で僕は。はい、で相手か、あ、そういうことしてくる。はい、じゃあオーブンですね、行ってみましょう。オーブンでちょっとなんとか頑張って、あー、オッケーオッケー、耐えてる、悪くないよ、そういうので行こう。で小屋をもう一回出して、このゴブリンの小屋にタゲを行ってくれれば嬉しいんだけど、倒したいと。もう大丈夫でしょ、これはいけたわ、大丈夫、もう相手から攻められることはないはず。オッケー、ラスト10秒、よし、勝った、危なかった。まあバーバリアン別にいなくてもあんま関係なかったですね。まあでももう大丈夫なはず、オッケー、はい、ということで勝ちました。ナイスゲームをしときましょう。1勝1敗か。トロフィーがね、下がって上がるっていう感じなんで、2勝1敗で今日は終わりたい。このまま行ってみましょう。エリポンデッキで、エリポン使いながら、この呪文と小屋でちょっと頑張ります。早速エリポン置きましょう。はい、で相手何してくるかな、ちょっと様子見ます。エリクサーね、溜まるの待ちながら、よーい、いきなり、あ、そう、ファイアボール、あー、なるほど、そういうの嫌いだよ。俺そういうの好きじゃないな、ちょっとやめてほしいな。しょうがないか、でもな、マスケット重視とか置いとくじゃん。で相手のジャイアントはどうしよっかな、4、5、5のちょっと4で、はい、オーブンでちょっと対処したい、できれば。あ、やばい、ナイトされた、遠距離、ちょっと待って、これはネクロ出します、ごめんなさい。で、はい、レイジかける、で、とりあえずハイアイとかジャイアント潰してもらって、で、これはいけるし、ネクロにネクロあったら勝てるじゃん、レイジかかってるし、 OK。 で、エリポンを次もう一回行こうか。はい、エリポンはちょっと切らさないようにちょっとやっていこうと思います。で相手がファイアーボール、まあまあ痛いな、どうしようかな、左に傾寄らせるか、右も行く、いや、左攻めてみましょう。はい、でちょっと自分の方がね、やっぱりヒットポイントを削れ、タワーがちょっとやられちゃってるので、はい、オーブン、もう一回オーブン行こう。でここでザップで、ちょっと相手が出してきた瞬間にちょっと行きたい、この辺で一回足止める、よし、 OK、 どうだ、もういけるでしょ、あ、やばい、なるほど、バスケット、いけ、やばい、マジでやばい、マジでやばい、よいしょ、レイジかけて、あー、潰された、まあ頑張っていきましょう。でこれでエリポン置いて、左側の多分処置にマスケット置いたじゃないですか、ということで右側は手薄になってるし、ちょっとこういう風に置いちゃいます。おっと、やるね。なるほど、はい、バーバリアン行ってみよう。で何か出していく、はい、ザップ、ごめんなさい、止めて、はい、でここでレイジかけます。いけたんじゃないかな、この右側落とせた気もするぞ俺は。はい、でマスケット重視置いて、でついでに左側にオーブン、いけたかな、落とした、あー、足りないかな、ちょっと足りなかったか、
あー、じゃあネクロ、右側にネクロで、なんか出してくるでしょ、どうせザップで対応してやる。はい、ザップ、よいしょー、火力が足りない、くそー、ジャバーバリアンに、レイジ、いやー、でもちょっと相手がうまいな、あとほんとちょっとなんだけどな。で、少し後ろにバスケット、ネクロすぐ出せるような準備する。あ、入れた、あー、そういうことする。ちょっと待って、ザップでタワーって、あー、間に合わないかな、ちょっと待って、はい、オーブンプラスで、レイジかける、あ、バカ、あー、まあいっか、とりあえず、もうミリ後ろだったな。で、落とされはしないかな、大丈夫かな、はい、あと一発でいいからちょっと頑張ってもらいましょう。ザップで、はい、ザップ小回り引いてやっぱ楽かもしれない、いいな、使いやすいな、ザップ。ちょっとオーブンじゃないな、やりゴブリ、はい、いってみよう。でレイジかける、で速度を上げて、なんとか落とせ落とせ落とせ、もうちょっとあと一発、よっしゃ、おっしゃー、勝てた、はい、ナイスゲーム、ナイスゲーム、あー、よかった、危ねー、2勝1敗か、なるほどね、まあこれが今の山田ですよ。ということで、山田のクラロワプレイ日記第1回、この辺で終了しようと思います。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また、山田はツイッターもやっておりますので、もしよろしかったらそちらの方もご覧ください。フォローしてくれて嬉しいです。ということで、今回はこの辺で終わります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。